人が集まってくれてますよ。前回は千葉選手がアルビ加入後、聖浪に選手寮ができるまで住んでいた千葉都市の懐かしの場所を巡り、当時の思い出を振り返りました。だいぶ風情のある街並みですね。まあ、当時住んでた当時はこんなところまで歩き回ることなかったんで。今回の千葉都市後編は18年前、千葉選手が住んでいた頃訪れたことのない場所へ。千葉との歴史と文化に触れる街歩きをしました。題して千葉ウォーク。まず千葉選手が向かったのは千葉駅から歩くことを5分、千葉の総鎮守とされる諏訪神社。あ、でもこの神社は当時もあったっていうのは記憶してますけども、せっかく来たんでね、お参りでもしていこうかな。じゃあアルビレックス新潟の必勝祈願しに行ってみましょうかね。よっしゃ、失礼します。うわ、すごい、めちゃくちゃ雰囲気のある神社。諏訪神社は現在の聖浪町諏訪山に鎮座したのが始まり。1756年に建立された社殿が2001年に火事で焼けてしまい、2004年に今の社殿が再建されました。どこで、あ、ここか。アルビレックス新潟の躍進を祈願します。あ、すごい、いっぱいある。何、各おみくじのどれがいいだろう。扇みくじ行ってみますか。あんまり見ないタイプの。じゃあこの扇みくじ行ってみます。じゃら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 、君に決めた、小吉です。願い事、少々の高望みも努力次第で叶う。お、いいんじゃないですか。健康、ストレスをためないように気をつければ大病にならないでしょう。僕あんまストレスためないんで大丈夫ですね、これはね。家庭、率先して家族を導かなければ信頼は得られません。厳しいこと言うね。精進しますよ、お父さん、頑張りどこだ。まずまずのおみくじを引いた千葉選手、境内にあるもう一つの神社へ。厳島神社って書いてあるんですよね。これちょっと草でかぶってるんですけど、航海安全、芸事の神様。まあ、サッカーを芸事と捉えるかどうかは自分次第だもんで捉えます。ここでもしっかりお参りをすることに。アルビレックス新潟がいい航海できますように、よろしくお願いします。まあ、厳島神社はね、まあ、広島在籍時代にもよく行ってましたんで、なんかお帰りって言ってもらえた気もしますね。お参りを済ませた千葉選手はすぐ向かいの観光スポットへ。すごい立派な建物、造春閣、行ってみよう。この造春閣は柴田出身の大実業家大倉喜八郎によって東京に建てられた迎賓館。2022年に移築が完了し、この春から一般公開されています。こんにちは、今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。こんにちは。案内していただくのは造春閣の高橋さん。まあ、千葉さんもお迎えできて私はとっても幸せです。まあまあまあ、まあ、はい、大した器のことじゃないですけども、いやいや、まあね、もうこの柴田市があったからこの僕が今あると言っても過言ではないですからね。 ありがとうございます。はい、でここが渋沢栄一さんですとか、お、歴代の首相の山形有朋さんですとか、はい、そういった方々もお見えになったんですよ。はい、さあどうぞ。ここに渋沢栄一さんが座ったかもしれない。渋沢です。頑
ここに座ったからには絶対絶対いいことありますよ。ここがいい席なんですか一番。ここがだってセンターですもん。あ、そうですね、確かにセンターバックですから。センターバックですからね、はいはい、ここの2人センターバック大体そうですね、はい、すごい高橋さんやりやすいな僕とちょっとセンターバックちょっと組んでくださいよ高橋さん。本当ですか、はい、すごいやりやすいで高橋さん。高橋さんもアルビレックスご覧になったりしますか。もちろんですよ。あ、本当ですか、今シーズンはあのスタジアムに来られたことは、4、5回ありますね。うわ、これはもう、はい、超サポーターと認定します私ありがとうございます。千葉さんはもう新潟に骨をうずめるそれだけは聞いておきたいですよね。いや新潟さんからそう言っていただけると、まあそれはね、ありがたいですけど、今のところ何もないんで、返答がないので。本当ですか。僕からはね、そんなおこがましいんで言えないですけど。もう生涯ある。いやいや、それは僕から僕の口から言えないですけどもね。喜八郎の隣にどうぞと俺はそう思うけど僕とコンビ組みましょう。そればっかりだ。何年後かにはね、僕はね、この館長として ね、高橋さんと一緒にこう、あ、ぜひぜひ案内してるか。ここがあの渋沢栄一ですとかね。ここが、はい、ここは千葉さんが座ったって言っちゃうと思うね。言ってるかもしれないですね、はい、そうですね。続いて隣のお部屋を案内してもらいます。ここ、はい、千葉さん、はい、八方睨みの竜っていう竜なんです。あの天神なんですけど、はいはいはい、どれが目かわかります？目、はい、竜の目。竜の目。ここからこういうふうに見ると、お、あのひげがあるじゃないですか。ひげ、ね、の延長上に目が。目がありますね。はい、はい、ありますね。で、その目をちょっと見ていただいて、はいはいはい、ちょっと少しずつこうずれていただきます。こっち側に。はい、はい、目見てる。見てますよ。そうすると、はい、竜の目と目が離れませんか、視線。ああ、目がね、両方の目がね、はいはいはい、僕の方ずっと見てるってことですね。見てるってことね。ああ、見てます、見てますね。で、これが八方睨みの竜、視線から離れられないですよ。はい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 。もう離れられないっていうか、もう千葉さんのもうディフェンス力みたいな感じそんな竜ですけども。確かにずっとマークされてる。で、この周りのシャチ、空想上の生き物なんですけど、はい、頭が竜で、はいはいはい、体が実は魚なんですね。名古屋城の天守閣のはいはい、はい、にあるシャチホコ、シャチホコの、はい、そのシャチの竜とシャチがあるっていうことで、はいはい、邪気が払えるんですよ。じゃあこの部屋に入るとご利益がある部屋ってことですか。そういうことです。あら、で、邪気を落としたら今度こっちの方ですね、はいはい、御所車が3つあるでしょ。ありますね、はい、玉の腰に乗れるようにっていうことなんです。あら、広い意味で捉えて幸せになれる。あ、なるほどなるほど。じゃあ僕も幸せになれるかもしれないってことですね。そういうことですね。玉の腰、はい、乗っちゃいましょう。もう邪気が払われて玉の腰に乗れてってもう最高ですよ。最高だわ、これ。後半戦これ楽しみですね。後半戦楽しみですね。楽しみだ楽しみだ。3つ乗っちゃいましょう、3つ乗っちゃいましょう。やっぱ一緒と御所車に乗った後は2階に行ってみます。はいはいはい、これは実は、桜と、はい、ゆりかもめ。ゆりかもめ、にゃこ鳥と別名言います。へー、これはつがいになってるんですね。はいはいはい、なってますね。目の表情を見ていただければ。あー、鋭い方が。確かに、鋭い。こちがメス。喜八郎が日本で初めてイタリアから輸入をして、じゃあこれイタリア製なんですか。イタリア製なんですよ。当時のイタリアですよね。セリエ A ですね、これは。セリエ A だこれ、当時は絶対なかったセリエ A も。なかったでしょうね、はい、ここが33畳の大広間、ね、うわ、ここで昔喜八郎が宴会をしたり、はい、あら、この2階で喜八郎さんが自らデザインをしたものが、はい、うんうんうん、天井のこの菊の模様、はい、あれは喜八郎さんが自らデザインをしたものなんですけど、はい、当時まあ金箔、はい、当時金箔なんですけど、うんうん、見えますね、この天井だけで約11キロの金箔を、はい、本物の金箔、使ってたんです当時。すごっ、でこの金箔今11キロっていうと今1グラム1万円なんですね、はい、大体相場が。千葉さんの
セリア行った時の契約金ぐらいの仮に行ってとしてたらね1億1000万ぐらいしますね、すごい今の、レートで言うと。あとはシャンデリア、増春閣ができた時に贈られた、はい、ものなんですね。プレゼントされたってことだ。あ、ドイツの外交官、外交官からブンデスリーガーですね。ブンデスリーガーにセリアに、セリアにブンデスリーガー、忙しい建物ですね、まあ、割とそうかもしれないですね。あとここはあの一段ちょっと上がってる上段窯っていうんですけど、これはあのよく殿のおなりとかって言うじゃないですか。時代劇見ますよ。はい、そのおなりの間を真似してるんですね。殿しか上がれなくて、なるほど、それなりの地位の高い。ぜひ殿上がって。殿？いいんですか？ほら、こうやって。はい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 。優勝した。万歳！優勝した。万歳！優勝した。なるほど、やりたいですね。ここでね、一杯飲みたいな。高橋さん。本日ありがとうございました。ありがとうございました。次はあの我々のスタジオの方でお待ちしてますので、そうですね、ぜひそこで会いましょう。手振っても無視しないで大丈夫です。ありがとうございました。お邪魔しました。お疲れしました。失礼します。続いての目的地へ移動中、嬉しい出会いが。ありがとう、お母さん。どこから来たんですか？結構近いところから来たんですね。頑張ります。お母さんもいつまでもお綺麗で。年配の方にすごいモテるんですよありがたいことにね、昔から。声援を受け改めて目的地へ。ここでなんか冷たいものをいただけるみたいなんですけども、五海ビスさん、なんかそれ以外にもいろいろ置いてありそうな酒蔵とかもあるんで行ってみますか。五海ビスは江戸時代から続く酒蔵を全面改装し、去年4月にオープンした体験型酒蔵リゾートです。せーの、よいしょよいしょよいしょ。おー、鏡開き体験やプロジェクションマッピングなどが楽しめるほか、お土産コーナーには新潟や柴田のお土産が一堂に勢ぞろい。新潟といえばサラダホップ、まあ、いろいろありますけども、あ、なんかここは確実に冷たいものがありそうですねこんにちは。新潟らしいラインナップの中からおすすめの黄金吟醸酒粕ソフトクリームをいただくことに。じゃあいただきます。言葉はいらない、感じてください。テレビの向こう側の人、おいしい。古いなやり方が昭和です、昭和。千葉選手、柴田の街歩きを振り返って改めていかがでしたか？再スタートじゃないですけどもね、昔のこう自分にあった気がしますし、ここからまた、はい、頑張ろうって思えた時間でしたね、はい。物静かだった千葉選手は、何をきっかけに今の明るいサービス精神旺盛なキャラクターになったんでしょうか？やっぱ広島時代に優勝経験したことで、まあ、それまではもうサッカー上手ければいいでしょうみたいな考え方も持ってた自分が正直あったんですけども、まあ、優勝してからやっぱりこう自分の力って本当ちっぽけなんだなって思えるようになって、そこからこうサポーターの、ね、方のありがたみといいますか、自分はこう生かされている立場なんだなって改めて思うようになりました、ね。まあ、森脇選手とか、はい、今愛媛でね活躍されてますけども、まあ、彼がいたおかげでこう自分の今のキャラというかそういった部分が出せるようになったのは、はい、彼のおかげでもありますので。サポーターへのサービス精神を後輩たちにも受け継いでもらいたいですか？ね、今こう若い子たちがどう思ってるか分かんないですけども、やっぱ
強制はしないですけどもね、はい、そういった姿勢からなんか背中見てなんか感じてくれる部分があればいいなと思いますし、まあ、特に新潟はね、このサポーターの力っていうのは非常に大きいと思いますし、最後にサポーターへのメッセージをお願いします。皆さんの応援はいつも届いてますし、僕たちの励みになってます。後半戦ぜひね、また一緒に戦って、新潟らしいサッカーで J1 をね、J1 のチームに圧倒できるような、そういった試合を一緒に作っていけたらなと思ってます。引き続き応援よろしくお願いします。